リッキー・マルビンは、メキシコのプロレスラー。ベラクルス州出身。本名、リカルド・フエンテス・ロメロ。かつては、リッキー・マルビンのリングネームで、CMLL や、プロレスリング・ノアで活躍し、その後は覆面レスラーのベンガラとして、トリプル A やノアで活動。祖父は、エルゲレーロ、父はアリアス、弟に、ロッキー・マルビンがいるというルチャドール一家である。 1995年5月9日、エルサント戦で覆面レスラーのホワイトデモンとしてデビュー。1998年に CMLL 入り。2000年、道の区プロレス、DDT プロレスリング、東流門に参戦し、女子プロレス団体のアルシオンにもライセンスナンバー38として参戦した。また、セコンドとしてパンクラスにも姿を見せている。この時は、 リッキー・マーティンを模した、空飛ぶジャニーズと評される色男ギミックだった。2003年に、CMLL を退団、プロレスリングのアに参戦。2003年から2006年にかけて、フベント・ゲレーラや鈴木小太郎、スワをパートナーに、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座にこ度挑戦し、いずれも敗れたが、2007年1月21日、6度目の挑戦でついに第6代。 GHC ジュニアヘビー級タッグ王者となった。2005年に CMLL に復帰したが、同年の4月2日には選手会工業にも名を連ね、タイガーエンペラーとマスクと頭髪をかけて戦ったが敗北し、丸坊主になった。セカンドロープからトップロープへとロープ上で2回ジャンプして攻撃するなど、空中技を得意とし、プロレスリングノアにおける実況で、 プリンス・オブ・ル・チャドール、全身バネと評される。また、試合中に、もう一丁、おい、こら、遅い、などと叫ぶほか、超意識で、お前はもう死んでいると発言するなど日本語も話す。選手とは日本語でコミュニケーションをとっており、非常に流暢に日本語を喋る。シリーズ終了後も日本に滞在することもしばしばで、かつては、ディファ。 有明うちのノア道場に住んでいた。かつてのスワや斉藤明都市同様に実質所属選手扱いを受けていたが、2006年に正式に所属選手となった。2007年から2008年にかけてノアと交流のある、トリプル a にも参戦。ムシキング、ペリーのライバルムシキングジョーカーの正体ではないかと噂されているが、真相は不明である。ただ、 ジョーカーの試合ではスペイン語で、時間経過のアナウンスが入り、ノア所属外国人の中で母語がスペイン語であるのは、マルビンのみである。他にもゼロワンに参戦した、ブラックエンペラーも、マルビンの説がある。2007年には、ロー、ドラゴンゲート、2009年には、佐々木健介の健介オフィス自主工業、2011年には、新日本プロレス、全日本プロレス、 ダイヤモンドリング、2012年には、ダイヤモンドリング、タジリのレスリングニュークラシックに参戦。2013年1月6日、プロレスリング、ノア所属としてのラストマッチを行う。その後モノアには不定期に参戦。2014年5月2日、ベンガルトラをモチーフとしたマスクをかぶったベンガラの、リングネームで活動を開始、トリプル a に参戦するほか、フルスのノアにも参戦した。 2018年には、再び、リッキー・マルビンとして、プロレスリングの愛参戦。グローバルジュニアヘビー級、タックリーグ戦に、エルイホ・デル・パン・テイラーとタックチームを結成してエントリー、したが、優勝決定戦への進出には至らなかった。ありがとうございます。